宮田暴れた、宮田がまだ使っているぞ、宮田まだ使っているぞ。さあしかし下り 60R ではまだ前に出られない。いやーしかし野尻見事に抑え込んでいきます。結構使いますね宮田選手、長い間使っています。まだ使っている、まだ使っている。セクター3でも200秒をフルに使うつもりなのか。宮田もここは勝負どころと踏んでいるんですが、野尻がしっかりもう全て全方位見えているかのようにライン取り、宮田のこの入られそうな隙を潰していきます。ドアを閉じていく。これがディフェンディングチャンピオンか。しかし今度はメインストレートにやってきた、メインストレートにやってきた。このストレートはどうすることもできないか。さあスリップストリームに入れるか。まだ野尻は使えないぞ。そして1コーナーはターンインはどうだ。宮田のともはちょっと追突しそうになった。すげえコントロールしてる。2人ともギリギリのところで接近しすぎてカウンターステアでなんとか追突は免れましたが。